月刊オーカルト創刊30周年記念企画である、歴史ミステリー徹底検証、幻のオーパーツ大特集、という編集長肝入りの一大プロジェクトは実に無残な結果となった。カラー写真満載でこれでもかと世界各地のオーパーツを紹介したものの、読者から返ってくる反響は、不運程度のものしかなく、私をはじめとした編集部の面々も、ああやっぱりねという顔で結果をスルーすることにした。苦虫どころか稲子の佃煮が歯に挟まったような顔で、オフィシャルサイトのアクセス数をチェックしていた同僚が、ため息をついてノートパソコンを閉じた。一人大満足といった様子で紙面を読み返していた編集長だが、どうすんのこれ?という編集部の空気はさすがに感じているらしく、ご本とわざとらしく咳払いをしてから口を開いた。いわく、30周年という節目の年であるから、単発の企画だけで終わらせるのはもったいない。年間通してできる企画を考えたのでぜひやってみないか。というものだった。その企画というのも、先日の怪談ナイト騒動の際に霊能者数名による合同の除霊を実現した私が仕切り役となって、毎月一人ずつ霊能者にインタビューしていくという、なんとも他力本願というか私にぶん投げるだけの、実に安直な企画だった。同僚たちの冷めた雰囲気の中、私としては渡りに船だった。あの時に集まってくれた面々の確かな実力に目から鱗を落とした私は、近いうちにぜひとも取材をと密かに目論んでいたからだ。そんな私の内心を知ってか知らずか、不思議なシンクロによって編集長から出された提案に、私は真っ先に賛同の意を表明した。同僚たちもそれぞれに有名な霊能者を担当して当たってくれることになり、年間通してのインタビュー連載プロジェクトは実現する運びとなった。私の担当は先日集まってくれた数名。平野さんはおそらく取材 NG だと思うので、神宮寺さんとか和美さん連尺さんあたりを考えていたら、最初の一人目はぜひ加納孔明でと編集長が注文をつけてきた。何でも私からの報告を聞いて、編集長が一番興味を持ったのが加納であるらしく、もともと日本で最も有名な霊能者の一人とも言える人物なので、ミーハー気質の編集長が最初に指名したのが加納だった。不思議なシンクロはどうしたのかと思いながらも、予算を通してくれる編集長の意見は無視できないので、仕方なく最初の取材先は加納孔明ということに決まった。加納心霊研究所と書かれた大きな看板を見て軽く探索する。正直言って、気が重い。あの睨みつけるようなぶしつけな視線を思い出すと、自然と口がへの字に曲がってしまう。一応、前もって電話して秘書さんを通じて訪問の予定は伝えてある。本日訪問していいか尋ねたら問題なく会えるとのことだった。別に嫌われているわけではない。私が一方的に苦手に感じているだけだ。むしろ私の方が嫌っていると言っても間違いではない。母から聞いていた昔のこと。テレビなどで見かける偉そうな態度。それだけで私の加納に対する悪印象は固定されていた。先日の合同除霊では看板に違わぬ実力を見せて、私の認識も改まったのではあるが、それでもあの偉そうなキャラは好きにはなれないのだ。美味しんぼの主人公になった気持ちでインターホンを押す。すぐに女性の声で応答があり、カチッと音がして大きな門扉が開いた。石畳を歩いて玄関の前まで行くと、見計らったように扉が開いて若い女性が出てきた。優雅にお辞儀をして。お待ちしておりました。と微笑む。そのまま応接室へと案内され、大きすぎるソファーに浅く腰掛ける。贅沢な屋敷に面食らっていると、数分と経たずに加納が応接室にやってきた。いつものように和装で白髪混じりの髪をオールバックに撫でつけ、猛禽のごとき視線でギロリと睨みつける。いや、睨んでいるつもりはないのだろう。しかし見られている方は睨まれているとしか思えない。やっぱり苦手だ。どうもお久しぶり、というほどでもないですな。どうしたんです急に。挨拶もそこそこに加納が問いかけてくる。実は加納に訪問の目的は告げていない。打ち合わせたいことがあるとだけ伝えてあるのだ。というのも加納がすんなりとインタビューを受けてくれる気がしなかったからだ。電話なりメールなりで取材を申し込んで、お断りします。と言われてしまっては打つ手がない。なのでインタビューについては直接交渉するのがいいと判断したのだが、
どうも先日はお世話になりましてありがとうございました。実は先日お電話でもお伝えしたのですが、改めてお礼を兼ねて一連の件をご報告しようと思いまして。そう建前の目的を告げる。ふむ、伝道集でしたか。妙な連中がいるもんですな。はい。どうにも今現在活動してるかどうかも不明なんですが、例のあの箱がまだまだある可能性もあるわけで、放置するのも危険かなぁと。可能が話題に乗ってきてくれたのでそのまま続ける。建前とはいえそちらも重要なのだ。そうでしょうな。私もそう思います。とは言ってもまるで手がかりがない以上、どこから調べたものかなぁというのが正直なところです。先日お電話をもらってから、熊野で宿坊をやってる知り合いに連絡しておきました。何かわかったかもしれませんな。そう言って可能は懐からスマホを取り出して電話をかける。年相応におぼつかない感じでスマホを操作する姿を見て少しおかしく思う。偉そうにしているが、人並みの不器用さも持っている普通のおじいちゃんなのだ。それにしてもすでに手を打っていたか。さすがにベテラン戦士というのは伊達じゃない。人脈というのは力だ。何度も何度も思うが、私は可能を過小評価しすぎている。どうにも先入観というか、色眼鏡で可能を見てしまう自分に呆れる。私の印象がどうであれ、目の前にいるこの男性は間違いなく日本有数の霊能者なのだ。わかってはいるのだがつい侮ってしまう。これではライターなど務まらないのに。改めて反省を深くして電話する可能に向き合う。あ、どうも可能です。はい、お電話大丈夫です。すいませんな、突然。はい、それはどうも。それで霊の天道宗という団体なんですが、何かわかりましたかな？そうなんですか。はい、はい、昭和11年。随分と昔ですな。はい、大正も？はは、なるほどなるほど。いや十分ですとも。とんでもない、無理を言ってすいませんでしたな。いやこちらこそ。はい、はい、また年明けに伺いますので。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではこれで。はい、失礼いたします。はいどうも、はい。何かわかったのだろう。私の方をチラチラ見ながら電話で話すかのう。昭和とか大正とか、また頭の痛くなりそうなワードが出てくる。可能がスマホを操作して通話を終了する。改めて私を見て。ふむ。とため息をついてから。詳しいことはわかりませんでしたが、大昔の宿帳に天道宗という記載があったそうです。今電話したのは熊野で宿坊をやっている友人なんですが、そちらの宿坊には、昭和11年と大正4年に天道宗という名前の団体が宿泊していた記録がある。いずれも20名ほどの団体だったそうです。ということは、少なくとも大正時代には天道宗は存在していた。そういうことになりますな。まあ、わかったのはこれくらいで、依然として謎の団体であるのは変わりない。それでも情報が出てきたのはすごい進展ですよ。加納先生。わざわざ先生とつけたのは言い過ぎだったろうか。あまり下手に出すぎて、うさんくさいやつだと思われてもよくない。先生はよしてください。別に学校で教えているわけでもない。いえいえ、私なんて零細出版社の一ライターですから。加納さんとは立場ってのが違いますし。予想通りか。まあ悪印象は持たれていないようで安心した。篠宮さんの方で何か新しい情報は？いやーこれが全く。その後も憶測を交わしつつ、幾分和やかな雰囲気が出来上がった頃、私は本題に切り込む。ああそうそう、実はうちの雑誌で、今度新しい企画をやるんです。さも思い出したように話題を変える。ここからが本番だ。ふむ、オカルト関係の雑誌でしたかな。そうですそうです。月刊で出してる雑誌でして、一応30年続いてる老舗なんですよ。それは結構ですな。それでどんな企画を？よっしゃ、と心の中でガッツポーズする。この流れならいける気がする。創刊30周年を記念して、年間通しての連載企画なんですが、有名な霊能者の方々にインタビューをさせていただいて、それをカラー写真付きで掲載するっていう。このまま一気に畳みかける。その第一号を、ぜひ加納さんにお願いできないかと。ふむ。と加納が腕を組む。
構いませんよ。ちゃんとお仕事として依頼されるなら、私としては別に断るなんてしません。よし来た。とりあえずお断りは回避できた。ありがとうございます。ぜひお願いします。結構です。詳しい内容や日程を詰めつつ、金額についても確認する。それで、取材費の方なんですが。ぶっちゃけこの業界に決まった価格なんて存在しない。一応、相場みたいなものはあるが、こういう有名人だといいねで提示されることもしばしば。特に可能は。ふむ。うちの相談料が一律で20万ですから、その2回分ということでどうです?ほら来た。金銭感覚おかしいでしょ絶対。いやーお支払いしたいのは山々なんですが、何分零細なもので、もう少しお安くしていただけると助かると言いますか。こちとら零細出版社だ。いちいち取材に何十万もかけてられない。ふむ、おいくら?ぶっちゃけ一人当たり一桁万円でお願いしたいのだ。せめて半額で。相談料一回分でなんとか。それでも20万である。編集長に言ったら確実に怒られるだろう。でもあんたが可能を指名したんだからね。ふむ、あんまり値段を崩すのも良くないので、間を取って30万ということにしましょうか。なんとかもう一声。ダメです。いくら頼まれても仕事は仕事。うちの看板の問題なんですから。先生、そこをなんとかお願いします。わざとらしく両手を合わせて上目遣い気味に小首をかしげ、可愛らしくお願いする私の愛嬌と色気を可能は。ふん、これ以上まかりませんな。と鼻息で吹き飛ばした。日を改めてインタビュー当日、あらかじめ振り込んだ取材費は30万円なり、編集長の恨めしそうな顔を思い出す。可能を指名したということはそういうことなので諦めてもらうほかあるまい。まあ神宮寺さんと和美さんが心よく格安で引き受けてくれたおかげで、企画自体は存続できる。可能にぼったくられたと泣きを入れた私に二人とも同情的だったので、まんまと甘えさせてもらったのだ。カメラマンの木下くんと共に可能心霊研究所を再訪する。インターホンを押すと先日と同じように秘書さんが応接室に案内してくれた。ライトをセットして、録音機を机の上に置き録音状態にする。ネットでの配信用に映像でも記録するから、ビデオカメラも三脚に固定して撮影する。間もなく加納がやってきて簡単に挨拶を済ませた後、インタビューが始まった。まずは加納さんのお仕事についてお聞かせください。職種でも肩書きでも何でもいいので。ふむ。職種は霊能者でいいでしょうな。肩書きだと当研究所の所長です。あとはいくつかの企業や団体の相談役という名刺もあります。相談役ですか。ええ、多少は占いもできますから、企業や政治家の相談に乗ったり、吉凶を占ったり、顧問弁護士みたいなもんです。なるほど。あとは過去に解決した案件で恩義に思ってくれて、相談役ということでお給料を出してくれる会社さんもありますな。それは心霊関係の?そうですな。会社の更衣室にお化けが出るだの、社長さんについてる虫を取ってくれだの、昔は案件を選ばずなんでもやってましたからな。伊賀の農場さんも今は大層活躍されておるようですが、案件をこなした数だけは間違いなく私が日本一だと思いますぞ。なるほど。ところでその過去の案件についてお聞かせください。社長さんに虫がついていたっていうのは?ふむ、今から20年ほど前でしたかな。とある企業の社長さんについていた虫を取ったことがあります。代々続いている貿易商の一族で、まだ代替わりしたばかりの若い経営者だった。台湾や香港と貿易をしとったわけなんですが、まあ祖父の代から引き継いだ利権で有利な商売をしているわけですから、競合する企業からしたら目障りだったんでしょう。台湾との貿易ルートを横取りしようと考えた企業が手を回して、台湾側の接待という口実で社長さんを台湾に招き、現地で手配した術師に呪いをかけさせた。その時に使われたのが虫です。虫、中華圏で最もメジャーな呪術の一つですね。知らぬ間に取り付き運気や正気を吸い取るっていう。その通りです。訓練を積んでいなければ仕掛けられた方はまず気づかない。
その社長さんの場合はまず健康に影響が出て、最初は病院を頼っていたんですが、次第に家族にも悪いことが起き始めた。それでようやくたたりや呪いの可能性に思い至って私のところに来たんですな。それでその虫を払ったと。そういうことです。それ以来すっかり懇意にしてくれてましてな、社屋の建て替えの時にも呼んでいただきました。なるほど。そういった会社がたくさんあると。ふむ。下世話な言い方をすればスポンサーになってくれているわけですな。まあ、そういう肩書きもいくつか持っておるわけです。加納さんの活動の結果として支援者がいるわけですから素晴らしいことです。それでは次に。そんな感じで2時間ほどのインタビューを終え、加納心霊研究所を出ると空が夕焼けに染まっていた。会社に戻る木下くんと別れて渋谷の街をぶらつく。本日のインタビュー記事の構成やキャッチコピーなんかを考えながら、ぶらぶらと渋谷駅方面へ。信号待ちでスマホを取り出す。ツイッターを開くとタイムラインが動画で溢れ返っている。数十件のツイートに全部動画がついている。加納にインタビューする前にタイムラインを見た時には動画なんてなかったので、よほど話題の動画が拡散されているのだろう。見ている間にもどんどん増えるツイートはほとんどが同じ内容で、スマホで一般ユーザーたちが撮影した映像がリツイートされまくっているようだ。映像は複数人が撮影しているらしく、縦撮りや横撮りの様々な動画が入り乱れている。信号が変わりそうだったので、少し移動して人とぶつからない位置で改めてスマホを見る。大量に出回っている動画。そのうちの一つをタップして再生する。映像の場所は繁華街のようだ。これは、池袋駅の東口だろうか。激しく揺れる画面の中で男が叫んでいる。何してんの？何してんのマジで。そう叫びながら男はビルの上に映像をズームしていく。そこには男女数名がビル屋上の端に立っており、下を覗き込んでいる。激しく揺れる画面だが、決定的な瞬間をしっかりと捉えていた。一番左端に映っていた男性がゆっくりと飛び降りたのだ。すぐに画面から切れて見えなくなる。映像も落下する男性を追って下方に流れるが、遠くで動くものをズームで正確に追えるはずもなく、あっという間に男性を見失う。映像が屋上に戻ると、そこには3人の男女。さっきまで持っといたはずだ。カメラの周囲で誰かが、やめろ。とつぶやく。数瞬の後、残る3人のうち2人が飛び降りた。屋上に残る1人も下を伺うように覗き込んでいる。カメラから遠くではめき散らす誰かの声や、いやあ、という絶叫が小さく聞こえる。屋上に一人残って下を覗き込んでいた最後の一人が、飛び降りを諦めたかのように屋上の端から遠ざかり、カメラの撮影位置からは見えない位置まで引っ込んだ。撮影していた一般ユーザーとおぼしき男が、泣きそうな声で映像に状況説明を入れようと試みる。今、飛び降りて。10人ぐらいいたんだけど、全員、一人は、思いとどまったみたいで、とにかくやばくて、池袋の駅前で、くそ。そこで映像が止まった。何が起きたのかはすぐにわかった。ついさっき、池袋で、集団で飛び降り自殺をやった人たちがいたんだ。タイムラインにある他の映像を再生する。先ほどの映像とは違う位置から飛び降りを撮影している。白昼の駅前で、ビルの上から人がボトボトと落ちていく映像が、いくつもタイムラインに流れてくる。ツイートには、池袋で飛び降り、のような短い書き込みがついているものもある。誰が飛び降りたのか、単なる集団自殺なのか過激な抗議行動なのか、普通なら立ち入れないようなビルの屋上にどうやって侵入したのか、何もわからないし、ツイートの数々も混乱しきっている。おそらくあの一人だけ躊躇して自殺をやめた女の人が、逮捕なり保護なりされて動機が明らかになるのだろうが、とにかく大変なことが起きた。今日明日のニュースはこれで持ちきりになるだろう。そう思っていたら、タイムラインにまた新たな映像付きツイートが流れてきた。渋谷で飛び降り衝撃映像、という文面を見て、初めは池袋と勘違いしていると思った。しかし動画のサムネイルに違和感を感じてタップする。映像の最初の一コマが静止画で表示されているのだが、その景色に見覚えがあった。流れ出した映像を見て確信する。渋谷だ。
センター街の中ほどの、あの人が密集するエリアで撮影された映像が流れている。その映像も先ほどの池袋同様、激しく揺れる画面の中で、ビルの上から次々に飛び降りていく集団を撮影している。次々に流れてくる新たなツイート。そのどれもが池袋と渋谷の飛び降り映像をリツイートしたものだった。目の前の通りをけたたましいサイレンを響かせながらパトカーが通り過ぎていく。緊急車両が通過するために周りの車や歩行者に停止を呼びかけるマイクの声は、怒鳴りつけるようで切迫した様子が伝わってくる。何が起こっているのか。池袋に続いて渋谷でも集団で飛び降り自殺。すぐに思いついたのは抗議行動としての自殺。だが何の抗議だろう。米軍、沖縄、それでこんな過激なことをするだろうか。香港の民主化運動やチベットの僧侶による焼身自殺が頭をよぎる。だが日本でやる理由がないとすぐに考えを打ち消す。テロ？自爆テロならぬ自殺テロ？そんなことがあるのか？いずれにせよ現場に急行せねばなるまい。オカルト雑誌とはいえライターなのだ。私はスマホをしまい、パトカーの通り過ぎた交差点で信号が青に変わるのを待つ。遠くサイレンの音が聞こえる。現場はすでに封鎖されているだろうが行けるところまで行ってみよう。もはや可能のインタビューどころではない。池袋、渋谷と続いた集団での飛び降りは結局その後、新宿でも発生した。一日に3箇所で集団が飛び降りたという衝撃は、当日翌日のニュースを独占するだけでなく、事件から2週間経った今でも、必ずと言っていいほどワイドショーの話題を独占し続けた。一体何のために、飛び降りた人たちにはどのようなつながりがあるのか、自殺ではなく殺人の可能性は。憶測は尽きなかったがその中でも最も話題に上っているのは、謎の女についてだ。あの日、池袋の映像で飛び降りを思いとどまってビルの屋上に消えたように見えた女性。その女性は渋谷の映像にも、そして新宿で発生した飛び降りを撮影した映像にも映っていたのだ。黒いワンピースを着た長い黒髪の女性。その女は渋谷でも新宿でも最後まで集団の中に立っている。全員が飛び降りた後にビルの下を覗き込み、それから屋上の内側へと引っ込んでカメラから見えなくなる。池袋の映像を見た時には自殺を思いとどまって引っ込んだのだと思った。しかし渋谷でも新宿でも同じように映っているその女。まるで全員が飛び降りるのを見届けているような、はっきり言えば見届けているとしか思えない謎の女の正体に、テレビもネットも騒然となった。一般ユーザーがスマホで撮影した映像だ。どれだけ高解像度のカメラであっても、最大限引き伸ばされた映像では女の詳細はわからない。わかっているのは黒いノースリーブのワンピースを着ていること、長い黒髪を前に垂らしてうつむいているので顔がほとんど見えないこと、驚くほど華奢でガリガリであるということ。それだけだ。着ているのが黒いワンピースではなく白いワンピースだったら、間違いなく映画のあれだよねというその女の容姿に、ネットでは当初、黒貞子という呼称が拡散していた。しばらくして東宝と角川のウェブサイトに、営業妨害はやめろ。という旨の広報が掲載されたことで、新たな呼称を模索し始めた。別に名前など必要ないのだが、お祭り状態となったネットでは、謎の女の正体を考察するとともに、誰が決定的な名前をつけるかで議論が交わされていた。最も大勢を占めていたのは魔女という呼び名だった。そして誰かが読み送りの魔女と言い出して、それなら読みの巫女の方がしっくりくるという対案が出され、ネットで投票が始まる始末となった。あまりの不謹慎さにため息が出るが、これがネットだ。不謹慎だろうが茶化して笑う。イスラム過激派のテロリストに同胞を惨殺された時ですら、クソコラグランプリなどと言って茶化した画像を作って嘲笑っているのがネットなのだ。その気質は相変わらずで、結局読み送りの魔女、読みの巫女の両方を取って、読みという呼称を誰かが使い始め、気がつけば読みというあだ名がネット空間に浸透していった。ネットに遅れを取る前と昼のワイドショーでも取り上げられたため、読みなどというふざけたあだ名が定着してしまった。編集部でいつもつけっぱなしにしているテレビから。ネットでは読みなんて呼ばれてますけど。という番組 MC の声が聞こえたとき、いいのかそれでという空気が流れ、
編集長もため息混じりに。こうなったらうちの雑誌でも読みという呼称を使う。と宣言した。そして事件から2週間が経ったある日、読みと名付けられた謎の女は再び姿を現した。最初の飛び降りから2週間、読みが現れたのは大阪だった。道頓堀の有名な橋からよく見えるビルの上に人影を見つけた買い物客は、最初はビルのメンテナンス業者だと思ったという。それにしては人数が多いなと思っていたら、テレビやネットで毎日報じられている黒い女が見えて、誰かが最初に、読みだ。と叫んで道頓堀は騒然となった。やめろ。と叫ぶもの、スマホで撮影し始めるもの、ビルの下から買い物客を避難させるもの、緊迫と喧騒に包まれた現場は、あ。という誰かの声と、その後に響いた。という音で一瞬の静寂に包まれた。そして怒号と悲鳴が響く中、次々と落ちてくる人間の体で、道頓堀の一角は赤黒く染まっていった。わずか1分ほどの間に10名近い人命が失われたという現実に、的確に対処できる人がどれだけいるだろうか。思考停止に近い状態でうろたえていた人々がはっとビルを見上げると、すでに黒い女は消えていたという。またしても白昼の繁華街で、人々に見せつけるように集団自殺を引き起こして消えた黒い女、読みなどというふざけた名前をつけたネット空間はお祭り騒ぎとなっていた。ツイッターでは、ひどすぎる、とか、早く捕まえて、など読みに対する怒りを表明するツイートが拡散し、匿名掲示板では、また読みだってよ。読み来た。読み様強すぎて惚れそう。という不謹慎な書き込みも見られた。ため息をついてノートパソコンを閉じる。平時ではこういうネットのノリは好きな方だが、シャレになってない時にこういうノリはついていけない。確信犯的なネットの悪ノリにうんざりしつつ席を立つ。編集長に外出する旨を告げると。加納さんのインタビューは原稿できてんのか?と聞かれた。バッチリ終わってます。それより読みの特集するんでしょ?そっちの方もちょっと当たってみたいんで。と答えると、編集長は読み関連の取材を担当している同僚の取材先と進捗を教えてくれた。それに礼を言って編集部を出る。同僚が行っている取材とは別の方面。私の独自ルートでも読みの正体について可能性を探ってみたい。まず私は神宮寺さんのお店である大運動へと向かうことにした。浅草。下町の住居とも新しい大型商業建築が混在する変な町だ。浅草寺前を東西に横切る伝法院通りの終点、ホッピー通りと交わる交差点から少し路地に入った場所にあるガラス戸。下町の住居どころかもろに昭和という風情のガラス戸の古い店舗。ガラス戸の上には古びた白い看板で大運動と書かれている。かつてはどこの駅前にもあったような昭和の香りがする薬屋さんだ。浅草の路地によく似合う正統派の古臭さに思わず頬が緩む。浅草とか神保町とか、こういう雰囲気は好きだ。自分自身が経験したわけでもない昭和のノスタルジーに浸りつつガラス戸を引き開ける。ごめんください、特徴まで昭和を気取ってしまう。いらっしゃいませ。と威勢よく返事をしたのはアルバイトの宗方くんだ。二十歳になったばかりの大学生。清潔感のある白いシャツに今時のマッシュルームカット。なんでここでバイトしてるの?と聞きたくなるほどに場違いだ。あ、どうも。こんにちは篠宮さん。先日はうちの師匠がご迷惑をかけたそうで。彼がここにいるのは店の手伝い半分、神宮寺さんの弟子入り半分ということだ。神宮寺さん自身は弟子を取るつもりはなかったそうだが、とある事件で神宮寺さんに助けられた宗方くんが熱烈アピールを開始。無償で店の手伝いまでし始めた宗方くんを邪険にすることもできず、店番として雇っているのだそうだ。いやいや、ご迷惑なんてとんでもない。神宮寺さんがいてくれてめちゃくちゃ助かったんですから。そう言って顔の前で手をひらひら振る。あ、そうですか。それならよかった。そう言って笑う宗方くんの頭を、後ろから現れた神宮寺さんがペチンと叩く。何がご迷惑か。このアホンだら。なおも後頭部を叩こうと手を振り上げた神宮寺さんから。あはは。
と笑いながらステップを踏んで逃れる宗像くん。いつも通り仲が良さそうだ。二世代も離れた師匠と弟子の漫才に薬としたら神宮寺さんがこっちを見た。大篠宮さん、どうしたんだい？そう言ってにやりと笑う。綺麗な白髪を頭の後ろで束ねた白ひげの老人。濃い紺色の寒いを着たいでたちは、いつ見ても様になっている。私はペコリと頭を下げてから。こんにちは神宮寺さん。今日は例の件でご相談がありまして。と言った。神宮寺さんは寒いの袖の内側で両腕を組んで。ふむ。と言って首をかしげた。例の件っつうと、あれか。俺の愛人になってくれるっていう。違いますよ。じゃあなんだよ。それ以外に相談ってのは。例のインタビューの件と、それから天道宗について。おう、そっちか。何か進展あった？どうにも神宮寺さんと話すと雰囲気が軽くなる節がある。口の片端を吊り上げて笑う表情にも、軽いジャブのように随所に挟まれる冗談にも、神宮寺さんに対する距離感を失わせる何かがあるのだ。まあこっち来て座りなよ。と応接セットに誘われる頃には、すっかりリラックスした気分になっている。恐るべしとしのこう。相変わらずこの人の前ではペースが握れない。そして私は可能のところで聞いた天道宗の足跡と、インタビュー日時の調整と、それから最近世間を騒がせている読みについての考察を話した。あの読みって女、もしかしたら感情院さんなんじゃないかって思うんです。階段内と騒動の際に行方不明になった霊能者。箱の中にいた3体の霊のうち1体に取り憑かれて消えたまま、感情院さんは見つかっていない。私への復讐予告もあったが依然として果たされていない。と唸って腕を組む神宮寺さん。まあ俺たちは顔合わせてねえしな。感情院さんとやらがあの読みだっつっても、確証は持てねえな。そうなんですよね。二郎さんにも聞いてみたんですけど、読みの映像がなさすぎてわからないって。ただまあ、やってることのヤバさとか、あの人数をどうやって操ってんのかとか、例だとしたら波のやつじゃないのは確かだ。篠宮さんがそう思ったのもうなずけるな。ありがとうございます。もう全部が全部憶測ですけど、その線で調べてみるつもりです。それからお互いの情報を改めて深掘りして共有し、お礼を言って大運動を出た。そろそろ夕暮れ時だが空はまだ青い。何の気なしに浅草寺方面へ向かう。浅草寺は外観のみ楽しんで、境内を突っ切り浅草神社へ。三社様と呼ばれて庶民から親しまれているこの神様は、浅草寺が建立される起源となった川底から引き上げられた仏像の指示で、引き上げた兄弟や。これは観音様の仏像であるぞ、うひゃー。とその仏像を祀ったお坊さんを神として祀るように言い使ったという、非常に面白い縁起の神社だ。その観音様、浅草寺をスルーしてしまってよかったのだろうかという思いと、いやしかし私は神社の娘であるからしてという思いと、まあ神仏からしたらそんなことどうでもいいのかもねという思いで、心の内に平穏を取り戻した私は、改めて読みイコール感情院さんの可能性に思いを馳せる。三者様に手を合わせて自分の簡単な自己紹介と、今やっている仕事や調査の報告をし、もしもお心に叶いますならばこの者にお力添えをと願って、心からの祈りを捧げる。合わせていた手を解いて目を開き顔を上げると、いいタイミングで境内に爽やかな風が吹いた。服の内にあるお守りが嬉しそうに震えたので、きっとそういうことなんだろうとご神体に改めて会釈してキビスを返す。神様だってしつこいのは嫌だろう。私のとびっきりの笑顔で感謝の思いは伝わったはずだ。随分と軽くなった心持ちで私は浅草神社の鳥居をくぐった。